ハロー YouTube 令和2年4月17日、ハロースクーターズね。ハローサイクリングがやってるなんか姉妹サービスみたいな感じなんですけど、スクーターの、シェアリングサービスみたいな感じで、今ちょっとアプリダウンロードしました。で、ハローサイクリングで5回以上使ってる人対象でキャンペーンをやってるらしく、その通知が来たんですけど、半額で使えるんですよね。6時間が1500円で、本来2800円なんですけど、あと15時間が、あ、12時間が4800円とか2500円みたいな感じで、割とリーズナブルで、これ、ウーバーをやってる人とかだったら、スクーター、12時間2500円で借りたら、全然ペイできるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、で、実際にまアプリダウンロードしたんですけど、まだその対象のエリアが全然、対象のエリアっていうかその使えるやつがまあ全然ないなっていう感じですね。あ、でも埼玉県にあるわ。埼玉県千葉に1箇所ずつ、1箇所。千葉にもう1箇所、なんかどこだこれ。かなり、まあいっか。ちょっと、めっちゃ先に銚子の方なんですけど、銚子市の方なんですけど、千葉のこどこだ？白石っていう、白井駅の前になります。不思議だ。2つあって、で、あと都内に5箇所ぐらいしかまだないんですけど、見てたところが、ここ、目黒のところに3箇所。西五反田だとか、あとこれどこだ？目黒、と、まあ、都立大学方面ですね。まあ、不動前あたりと、あと五反田の前に、まあ、割と近くにあって、あと有楽町にあるのか。あんまり台数もなくて、ここも、色がついてないんで、そこは何もでき借りれないみたいなところですね。ここはないっすね、なんで。あと、ここ貸し時？晴海？月島か。月島にも一個ありますね。一個あって、で、あと代々木八幡。ここは3個あんのか。代々木上原の辺ですね。笹塚、幡ヶ谷ら辺。わあ、やいね。15分150円なんで、ハローサイクリングがその半分ぐらいですね。15分70円なんで、まあ、ハローサイクリングももう言ったら、電動自転車、スクーターみたいな感じでめちゃくちゃ楽なんで、スピードも、まあ、そう、スクーターぐらい出ますし、ぶっちゃけ。そんなに出さなくてもゆっくり行けるし、まあその、まあそっちの方がいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、まだちょっと少ない感じですかね。少ない感じで、一応なんか免許証を登録するときに必要らしいんで、まあ当たり前だと思うんですけど、ちょっと今免許証が、なんだっけ、再発行しないと取りに行かないとダメなんで、まあ、一回はちょっとそういう、まあ、サービス使ってみたいなっていうふうに思ってるんで、まあ15分だけでも、まあ乗らなくてもいいと思うんですけど、一回ちょっと免許証を取って、もういつかと取ったらちょっと使ってみたいなっていうふうに思います。で、実際このなんか、なんですか、キャノピーっていうか、その、後ろに、あ、上にこう、雨よけのやつがついてるやつなんで、結構いいなっていうふうに思いました。で、この上の写真見ると、割と色的になんか、ちょっと地味な色なんですか、まあ、おしゃれな感じ。おしゃれっていうか、色はちょっと地味なんですけど、まあ、おしゃれな感じで。で、要はキャノピーですよね。その三輪なんで、これ免許いらないのかな？一応免許なんか、免許じゃないや。ヘルメットなんか、つけてくださいみたいな。なんか今、ちょっとヘルプのやつで出てきたんで、なんか、なんだっけな、ミニカーはいらないのか。これはさ、三輪車だから、なんか二段階右折とかしなくていいみたいなやつなんだよね、確か。そう、多分その二段階、
避難会をつつしなきゃいけないところでしないで、その白バイが張ってて、なんか免停とか罰金食らうとかもあるんで、ややこしいんですよね、スクーターとかって。そういうで、まあこれ後ろのその要はそのフード商品とかをこう後ろに乗っけるみたいな感じも多分できるんで、まあ僕はちょっと自転車じゃなきゃやりたくないんで、スクーターはちょっと捕まるリスクしかないんで、ちょっと絶対乗らないんですけど、まあちょっと実際にでも一回はちょっと使ってみないと分かんないと思うんで。で、まあでもそうなんですよね。返却する場所がちょっと限定的で5箇所ぐらいしかないんで、都内に。だからまあその、ちょい乗りで実家っていうか家の近くに乗って帰るみたいな、そういう使い方できないんですよね。そのハローサイクリングは、なんか例えば、その今日そうだったんですけど、まあ池袋からハローサイクリング乗って、家の近くのその上板橋のなんかセブンイレブンに、返却するみたいな、そういう使い方がちょっとできにくいんで、借りたところに大体返さなきゃいけない感じなのかなっていうふうに思いました。で、こういう電池っていうか、そのガソリンの残量が書いてあります。 10% から 0% とか、30か90とか、90から100みたいな。これすごいそのハローサイクリングいいなっていうところで、ウーバーじゃない、ドコモのシェア自転車とか、そういう電池残量ないから結構大変なんですよね。まあいいや。はい、以上です。